皆さんこんにちは。なんかウィークエンドで竹内 P か、あれウィークエンドだっけ、なんか竹内 P がなんか皆さんこんばんはって言ってた気がします。なんか今日あれですよ、バイト先であの女子大生に彼女できたことなさそうって言われた もう中期です今回は、フォトンシリーズアバターオーダーを引いていこうかと思うんですけど、自分このなんて言うんだろう、このアルカナジム使って引くあのアバターオーダー引くの初めてなんですよ。で、あの無料のアバターガチャなら引いたことあるんですけど、これは本当に初めてなんで、まあ、せっかくなんでちょっと動画に収めようかと思って、でこれさ、フォトンシリーズって言って、まあ、フォトンソード、あの SAO のあのジジオ、あのゲンゲールオンラインってあるじゃないですか。このゲンゲールオンラインの出てくるあのフォトンソードっていうのがあるんですけど、あのこれさ、あの片手直剣と片手再剣となんか片手コンと短剣、なんか片手武器のやつだけあるらしくて、これさ、多分これ一番上片手直剣じゃん、多分これ片手再剣じゃん、これさ片手コンなのこれこれ短剣でしょ、これさ、これどう見ても普通にソードじゃないこれ。片手コンが当たったらなんか面白い。なんかさっきちょっとちらっとあのツイッター見たら、なんかあの単勝単勝のあれなんじゃないかってさ言われてて、ちょっと笑ったんだけど、これさ、あのフォトンシリーズ以外もあの入ってるアバターオーダーで小賢しいな、運営小賢しいわ。まあ、そんだったら多分これ1500ジェム使った方がいいと思うんで、ただなんかあの俺ジェム貯めてるんで、まあ何のためにジェム貯めてるかは言いませんあでもジェム貯めてるって言ってる時点で引かせに来るかな運営。まあでも運営ならね、なんで貯めてるか気づくと思うんですけど、まあ言わないでおこうかな。まあいろいろ狙ってるオーダーがあるんで、1500ジェムでね、あの11回オーダーでフォトンシリーズアバターが1個確定って書いてあるんで、まあ、これ引いてね、もう終わりにしようかと思います。まああのスキルレコードオーダーよりなんかちょっと演出が、まあ、しょぼいかもしんないですね。なんかあの鑑定とか探索とかなんかしょぼかった気がするんですけど、多分これもさなんかしょぼくない、多分、うん、多分しょぼい。これさあ、これ2光とかもちょっとわかんないんだよね、こういうのほらしょぼいもっとさ、あのさ、アバターガチャもさ、なんか鑑定とか探索とかもっと演出凝っていいと思うんだよね、これ。しょぼすぎないこれ。なんかさ、まあ、あの、例えばスキルレコードオーダーだったら俺はキリットよろしくなとか、あるんだけど、これさ、いやでもさ、確かにアバターがボイスあったらおかしいんだけど、もうちょっとさ、バーンとかさ、なんか華やかい、なんて言うんだろうな。これさ、なんかさ、喜びが、ねえ、あんまりさ、ねえ、なんか、素直にこれ喜べない。これ可愛いけど、わ、やったーって、まあ、やったってなるときはなるけどさ、アバター、まあでも、そっか、アバター、まあ、別にアバターオーダーのさ、あの何動画、ガチャ動画とか別にしなくていいよって感じなのか。スキルレコードオーダーさ引いてくれればいいみたいな感じかな。え、これさ、なんかさ、例えばスキルレコードオーダーだと直剣のマークとかレイピアのマークとかあるわけじゃん。これもしかして全部マーク出ない感じ？なんかそういうさ、マークつけてもいいんじゃない？なんかあのこれ星いくつですよとか、猫系のアバターですよとかさ、何かさ、この帽子のさアイコンとかさ、頭のかぶり物ですよとかさ、足のマーク出してさ、これ足、あのブーツとかのさ部位につけるやつですよとかさ、そういう予告があっていい気がするんですよね。あ、やっぱこれ当たんないから、あれ1500ジェムで引いてよかったんだ、多分正解だわ。
アバガチャに1500もさ、お、あ、4光だと結構熱いね。あ、なんかここでキラーンとかっていうのはないの？おお、なんか、あ、あ、でもなんかレイピアだ。あ、レイピアいいな。俺レイピア出せ、フォトンレイピア F。 あ、へえ、これさ、あのブンブンブン回すとさ、ブンブオンブオンとか言わないかな。ブオンブオン言ったらいいんだよな。俺結構さ、片手再建がさ、あのが、あの何、マキナが微妙だった気がするんで。へえ、じゃああ、これさ、片手直拳とか片手再建とか絞れるようにしてくんないかな。まあ、それはアンケートに後で書くか。あ、これどうなってる。あ、あ、あ、待って、あ、あ、かっこいいかっこいい。ブオンブオン言わないけど、あー、いいな、いいな、これ、あー、いい、これいい。俺実はね、このね、フォトンソードね、実はずーっとね、ずーっとアンケートに書いてました、これ実は。あ、これいいわ。あ、なんか俺さ、ブオンブオン言わないけど、俺これだけでなんか、あ、俺アバターで嬉しいって感じだわ、これ初めてだわ。あー、なんかこれさ、強者感ある俺杖アピできんじゃん。これちなみに、あの始めたての人ってこのアバターオーダー引いちゃう人いるんですけど、あのアバターって見た目が変わるだけで強さ全く関係ないんで、あのマジで注意ね。本当に始めたての人、なんか、あ、これキリトじゃんとか、アスナじゃんとかって言って、こういうのさ、え、このセット2000ジェムで買ったら超強くなれんじゃねって思うかもしれないですけど、あのこれ騙しなんで、あの本当にね、ジェム使うのに余裕ある人、もう俺余裕あるわけじゃないんだけど、まあ、それでもね、ちょっと引いた感じですね。あ、これほら、これね、なんかリズベットブグ店なんか入るとね、これあの外でキリトたちがね話してたりっていうね。向こうの方はね、ユナと、シリカと、これさ、特に見れないのか。もうなんか他の人も歩いてたりとか。どっかにサーニャいるんだっけ？なんかわかんないけどな。なんかね、あの、これ入った時だけいるんですよ。これ出るとね、一瞬でみんな消えてしまうんですよ。幽霊説ありますね。なんか、ホログラムとか。ほら、もういないんですよ。撤収早くないですか？今彼ら話してたばっかだよね。もういなくなってる。てかこれさ、ここ塞がれてるけど、そのうちこの先とか出るんじゃないかなって、あの勝手に期待してます。まあこのゲームに期待したら終わりなんですけど、ちょっと最近は少しね期待したり、あのまあしあとさ、この先とかさ、もっとさ、あの48層特にやっぱリズベットのさ、ね、リズベットが失恋したところなんで、もうちょっとね、広くしてもいいのかなって、まあ思いますけど、まあとにかく、まあレイピアね、ちょっと片手コンのその単小方形のやつをちょっとね、見たかったんですけど、ちょっとそれはね、まあ、拝めなかった。まあでもこれなんか、あ、なんかいいな、これ。気持ちいいな、これ。え、これ振り回すとどうなる、これ。あ、あー、全部これ、あ、いいな。あ、あ、かっこいいかっこいい。え、マザロザどうなるかな。マザロザちょっとこれで、え、ブンブンしてみるか。あ、ちょっとクールタイム待って、もうこれ、あ、こっち肩で直拳か。はよせいや、これ。あ、でもこっち、まあとりあえずちょっとこの間待ってる間通常攻撃見るか。あー、なんか、え、これでちょっと待って、ビューモードにして、これで見よう。あー、ちょっと遠くからだとちょっと分かりにくいな。ちょっと待って、これさ、ちょクールタイムさ待つのめんどくせえから、これさ、クールタイム減少のさ、ケテテ聖剣キョネクトで、ケテテ聖剣で、あ、もう回復しちゃうわ。ちょ、これで間近で見てみよう、これ。あ、もうちょっと近くで見たいな。これもうちょっと近くで見たい方かっこいいけど、言うて、あ、なんかインゴットこれどんな感じ。あ、わかりにくい古場打ってんのにボアがしなね。おもろ。
あ、見えない見えない。あ、死んだ、やっと死んだ。へえ、ちょっと待って。あ、これでちょ、インゴットを戻そう。インゴットゴミとか笑わせんなよ、マジで。あ、これコールインゴ1個しか入ってない。まあいいや。でかいやつを、まあこれでもちょっと見れるか。これさ、よし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 。で、ここで、誰もいないところ行こう。これ誰かをね、殺してしまうことになるんで、ここら辺でブンブンブン回すとね。ちょっとかわいそうなんで、あ、間違った。いいね。テンション上がる。へぇー。あー。あー、かっこいい。これはモチベ上がるわ。これ周回したくなる、これ。なんかさ、前某トップギルド、もう解散しちゃったけど、某トップギルドの方がアバターでなんかやる気が変わるって言ってた人がいたんですけど、これ俺やる気これ出るわ。これ楽しいな、これ。あ、気持ちいい、これ。あ、いいね。皆さんもぜひね、アバターオーダー、フォトンアバターオーダーか、引いてみてください。片手直剣は結構あれかな、振り回すと気持ちいいかもしんないですね。では、ここら辺で、動画終わろうかと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると、次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。